はい、どうもおはようございます。ティアと申します。今回はですね、ちょっと告知的なね話をするので、ちょっとラジオ感覚でね、もう短い動画になってると思います。はい、早めにこれ告知はしといた方がいいかなと思って、一応チャンネル内で告知させていただきます。まあ見ない人の方が多いかもしんないんですけど、それでも告知させて、それでも俺は告知するからね、動画の本数稼げるから。うおー、言うこと言うこと。はい、というわけで今回のお話がね、一つありまして、ティラチャンネルね、まあ、細々やってきて、電光印動画などをしながらモンバトを進めてね、チャンネル登録者が減ったり増えたりしておりますがね、そんなことはどうだっていいんです。私ね、チャンネル登録者とか全くそういうの関係なしに、スキャバトのね、大会に行こうと思います。コアタックチャレンジね、2020春のね、春 ?2 月なんだけどね。春のね、スコアタックチャレンジにね、行きたいと思います。はい。で、場所はね、まぁ、ちょっと画像も貼りながら説明させていただきますけどもね、大阪府のね、台東 F ステーション、アベノアポロ店っていうところに行こうと思います。はい。3つあるんですけど、その22日自体は3つあるんですけど、まぁ、僕どうしてもね、電車で移動するっていうのもあるし、結構回るのもね、体力的にも結構大変なんで、1点だけで、はい。1点だけっていうことになります。はい。台東 F ステーションね、まあ画像貼ってると思うんですけど、まあ、受付時間9時半から12時、ね、開催時間ね、13時から、はい。で、まあここのね、僕行こうと思います。はい。で、ここ重要な話になってるんで、ここだけ聞いてほしいんですけど、スコアタックチャレンジのね、場所には行きます。はい。残念ながらスコアタックには僕は参加しません。はい。もう分かってるとは思うんですけど、僕は行っても参加しないんですよ。ただ、その場所には行きますっていうね、告知になります。はい。なんでそんなこと告知するんだって話ですけど、まあ、もし仮にね、このツイッターでも言うかもしんないけど、まあ、ティラさんと会ってみたいとか、いう方も、もしかしたらそういう既得な方もいらっしゃるかもしんないんで、もし会えたらね、スキャバトの話しながらね、会話で、大会終わってから、まあちょっと軽い雑談とかできたらなと思います。まあ大会の邪魔は僕しないんで、大会中は僕どっか行くんで、どうやらなんかね、ビルみたいな場所だから、多分他にも回れる場所いっぱいあると思うんで、そのあたりでね、ポケモン GO とかしながらちょっとね、観光してたいと思いますんで、はい。昼ご飯とか食べようかなと思ってます。はい。でね、13時ぐらいからなんで、まあ多分僕もね、昼頃にはね、ここから電車で行ったら着くんじゃないかなって思ってますんで、はい。そちらの告知になります。よろしければね、ツイッターとか、そういう、YouTube のコメント欄で、行きますっていうのを言っていただいたら、あとディスコも貼っとくわ。じゃあ。ツイッター、ディスコード、また YouTube のコメント欄とかで言っていただいたら、多分僕が視認できるかなと思いますんで、どうしてもそうしないと、僕の目印になるようなものがないじゃん。だから、この動画だけ見て、はーんで終わって、まあ行くけど別にまあ、うんっていう人もおると思うんで、そういうツイッターとかディスコードで言っていただいた方じゃないと多分コンタクト取れないかなと思います。連絡がね、どうしても。はい。なのでそのあたりで、お話しした方と会おうかなって思ってます。で、今回ですね、私、一つ作ってるものがございます。画像でちょっとね、まあ、シルエット的に出そうかな。はい、ポン!はい。もし、まあ、オフということで、オフ会みたいに、軽いね、オフ会雑談会みたいにしたいと思いますんで、もし僕と会った方は、今、制作中、まあ、ちょっとまだ出せないんですけど、さすがに、制作中なんで全然出せないんですけど、こちらね、こういう系のオリジナルカードを今、私作っております。うまく作れるかどうかわかんないんですけど、オリジナルカードを今作っております。はい。で、これオリジナルカードを、コンビニとかで印刷して、配布できる状態にして、出会った方に渡してみようかなと思います。出会った方で、まあ僕と話した方。そうしないとだってさ、誰こいつって言われても終わるからね。はい。なんでね、そのオリカも渡したいなと思います。前回のオフ会とは全然、前回のオフ会より何だったら規模できるじゃねえか。はい。まあね、こちらのオリカね、多分どうせ売り切るなと思ってますけど、絶対メルカリで売んなよ、おめえら。おめえらメルカリとかで売んじゃねえぞ。はい、というわけでね、
大阪のね、台東 F ステーションアベノアポロ店の、スコアアタックに参加することと、まあ、軽いオフ会みたいにしたいんで、話したい方は Twitter とか Discord で連絡していただけると助かります。で、まあ、出会った方でね、もし欲しいよって方だったら、僕がまあ、作っている、今制作途中のオリジナルカード、ね、渡してみたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。でね、できればね、前回のなんか500人の時の名古屋オフ会一人だったんで、できればね、もう少し多くめの人に来てほしいんですけども、そのあたりだけよろしくお願いします。はい、では今回これぐらいは終わりたいと思います。よろしければご参加ください。皆さんと会える日を楽しみにしてます。ありがとうございました。